はいどうも、たけしです。いややばいよ。いやこれね、今初見の峠っちゅうんですかね、小野山峠、和歌山県の岩出市にあります小野山峠、いい感じだよと教えてもうたんで初見で来たんですけど、さっきねこの途中までは登ってたんですよ。ただやっぱりね、もうずっとサボってたらもうダメね。もう多分勾配がきつくなるところはあるんですけど、ゴールかなって思ったところが勾配きつくなるところだったっていう、もうそれでね心折れて一回引き返したんですよ。ちょっと待って、ほいでもう息もアップアップでもう無理と引き返して下ってたんですけど、なんか悔しなってきましてですね、下りの途中でまた引き返して、もうどんだけ遅くてもいいからてっぺんまで行こうと決意したところであります。なのでお付き合いください。もう足はないです。やばい。ゴールどこ？終わりっぽい。短いって言ってたからな。今ので終わりっぽいな。いや結構勾配がきつくなってからは割とすぐでしたね。いやでもきつかった。123マックス15ぐらいあったんちゃうかな。いやいい感じっすね。ここトレーニングにはちょうどいい感じじゃないですかね。この激坂区間に入るまでは3パーぐらい、でもまあ6パーぐらいのとこもあったか。まあ場所によるけど3、4、5、6、7ぐらいで急勾配。いやいいでしょ、いい感じですね。ただ初見なんでてっぺんが分からずに通り過ぎちゃったっていうね、ハプニングがありましたけど、いややっぱり情けないな、ほんまに悲しなってくる。やっぱり男は鍛えなあかんな。これ強くないとダサいわ。横に多分これ高速やな、半ワッションやな。走ってるんで、まあそんなでっかいトラックも通行しないし、まあ、小型トラックと乗用車は、まあ、土曜やからかな、まだちょいちょいいてるけど、まあまあでも昼間でこんなんやったら結構走りやすいんじゃないかなと思います。これから割とここ来るかもわかんないですね。足も細なって、しんど。じゃあちょっと遅い映像になったんで、海外の下りの自転車 YouTuber 真似して、まあ安全に気をつけながらね、下りの映像をお届けしたいと思います。はい、道が狭いから突っ込んでくる車もありそうで、そこまで飛ばせないよね。まあイップスっていうのもあるんやけど、だからあんまりあんな感じの海外のようなようにはなかなかね、日本の交通事情じゃいかないっすよね。一応これ点滅させてるんで、まあ、前からの車にはアピールできてるかなと。まあでも飛ばしすぎ注意っすね。バイクも来てます、後ろから生かします。こんな感じで、またねちょいちょい乗ってる動画も増えてきたと思います。できるだけ自転車 YouTuber なんで乗ってる映像をね、出していこうと、下半期をね、寒くなっていくのに乗っていこうっていうねことを決意しましたので、まあ飽きずに見ていってもらえればと思います。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。